それでできたのがこちら、まあ、ただ置くだけじゃなくてちゃんと整えてうんこれでどうだろううんいいよね作品だけ見るんじゃなくてこう周りを見るの白い壁と茶色のコントラストを感じてから作品を見るのこれが芸術の楽しみ方なんだよねただのおもちゃじゃんあーもうこれがわからないなんてかわいそう